の紀元前の地層から発掘された物体は未だ構成素材からその用途目的まで全く解明できない。さらに興味深い難問がもう一つある。科研三部調査班の報告によると、例の物体と一緒にロボノイドが発掘されたらしい。クリエイトタイプ ID00104。 バカな、期限前ですぞ。しかもここにいるクリエイターと同じ型番、なんかの間違いでは。確かに私もそう思った。だが製造元である我々が発掘したのだ。間違いようがない。理解不能です。やる気あんのか。とっとと調べさせろよ。双子の兄弟なのかな。いいね、それ面白いよ。現在記憶データ解析中だ。分かり次第追って連絡する。それから、今日は君たちのテスト最終日だったな。上層部も新型機には期待しておる。頑張ってくれたまえ。親父、気合がありゃテストなんざ必要ねえよ。天外寺、ガイの成績はどうなのかね。最低であります。これは確かに。サムは人手が足りないんだから、クローンを導入すべきですよ。クローンか。技術的にはロボノイドに任せれば簡単に作れるから問題はないが。上層部ですね。まったく何考えてんだが。あ、ところでこいつどうですか。意思は全くわからん。ロボノイドの記憶はあと少し。出た。どんな感じですか。こんなことが。コンピューター、最後の方を見せてくれ。この石のような物体って、まさかこいつですか。緊急回線。西暦2520年7月14日。この日、世界は消滅した。我々4人と一体のロボノイドを残して。
やはり来たか。そんじゃまあ、一丁やりますか。やっぱ戦うの。うわあ、やってやるぜ、おやじの敵。あ、また行っちゃったよ。艦長、出るぜ。西暦2521年7月13日、あれから1年が経とうとして、船のエネルギー食料が底をつき始めたため、我々は矢をなしに地上へ降りなければならない。この宇宙巡洋艦テトラが新型戦闘機3機を搭載しているとは、今回の帰還が大きな賭けであることに違いはない。正面からの戦闘はできる限り避けねばならないのだ。